萱原選手優勝選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今日のね、はい、準優勝戦振り返ってみてどうですか。いや、まあいい感じに入れましたね。はい、イメージ通りのレースができた感じ。まあイメージがなかったんで、うん、ちょうどよかったです、はい、ちょうどよかった改めてね、モーターの特徴何か出てきます。あの今日は、うん、だんだん、まあ、向きが良くなってきて角度がこう良くなってきてるんで、うん、なんか全体的にバランス取れてるかなと思います。はい、この優勝ユースメンバー見て、はいはい、どうですか、比較して印象的に。うん、まあちょっと足の差はありそうですね、ちょっと、はい、うん、ちょっと弱いかなっていう感じです。菊池さんと今日は合わせたんですけど、だいぶちょっと違ったなとは思います。はい、うん、明日の優勝戦までのなんか作業は。いや、もう明日の乗り込んでまた決めようかなと思います。うん、はい、はい、ではね、このボードを使ってね、はい、起こすコースと起こす位置、もう多分ここだと思います。ここから、はい、ここからどうですか、地震度っていうか。 ありますね。ある。はい、地元だし。そうですね、うん、はい、はい、ではね、明日優勝に向けての企業のファンの方に一言。しっかり走ります。応援よろしくお願いします。